前がごついだ。よろしくお願いします。それではお相手の方2段の方ですね。さあ鬼殺しやっていきたいんですが、向かい飛車歩突かれて、いや指し手が早い。難しい。これは、あ、今危なかったですね。飛車交換された方が危なかったかもしれないです。今角成り、9九角成りとされてましたね。危なかった。でもただこっちも飛車打ててたか。8一。いや角頭はしっかりケアされた。この歩はと、あでも角合わされたらあれか、無理か。しかも速攻だと取るしかない。2分30秒。で桂頭ぐらいしか今攻め込めないか。ちょっと手がない。8筋ケアして、いやもうこれはしょうがないですね。もう飛車取られても歩打って金上がってもいいんですが、ただ桂でも上がっときますか。金が上ずるとちょっと飛車打たれたら厳しかったんで、これで2分。あ、そうですね、ちょっと今動かなかったら飛車は取れてた、角2枚で飛車は取れてたんですが、手がない、手がないですよこれ。どうしましょう。この辺りちょっと歩突き捨てて、これは取れる。なんかいけないか。これは玉で受けられるか。そうなったらもう4、3、4。あ、それだと1分30秒、もうブッチですよね。まあ一瞬3、4角も考えれたんですが、いやこれはどう考えてもこっちですね。で金打ちで2枚が A で、5三に行くか7三だとちょっと持ち駒ないんで7三か。でこれはもう無視。でも角を取っといて、金寄る手は遅いですよね。角出て、でもお相手4二玉とか上がられたらもう捕まえづらいか。これは取るしかないか。で5三5四歩と歩を上ずらせたのはいいですね。歩で5筋歩で受けれなくなりますし、何より5三に駒を打てる。これで急にお相手の玉危なくなりました。一応詰めろ。ああそうですよね。30秒。いやここに桂馬じゃないか。時間がない。
20秒。時間足らんか。いやーまずい。いやーまずい。ああ違う今。21迷った。10秒。で銀取って。いや足らんかー。いやーギリギリ足らんか。時間切れ。いや時間切れとなりました。参りました。ありがとうございました。お前が後手だ。よろしくお願いします。それではお家の方2段の方ですね。さあ鬼殺しやっていきましょう。鬼殺し危険飛車もう一個。これはもう飛んでみましょう。5-3に行けるんで受けて74ついて、あ取ってきたんなら角成り受けれないですね。おっとこれはラッキー。強引な、これぞ奇襲戦法。強引な攻めで相手を惑わす。ただここでしっかり受けられて、ちょっと攻めが切れたか。いやー、まずいか。まあしょうがないこれは。で飛車走って、まあ、船受けて、でも強者強打ちがあるんで下がるしかないですね。こっからですよね。6五桂と打ってから飛車走っても、2分30秒がっちり受けられて桂損になりそうなんで無理ですよね。ちょっとこの馬生かさないといけないか。次の今日走ればどうでしょう。これは馬で取りたい。大丈夫。ああでもそれは今日で電学出しと思いきや、これ王手なんですよね。これでまあなんとかこっちどうでしょう。あ、お前にはラフジム相手だったようだな。いや勝ててよかったです。ありがとうございました。